今これから乗船するところです。でも船がなんかまだ来てないような気がしますね。普通の漁船なんですけど、あそこに、あれ違うな、ここの町は何という町か正確には知らないんですけど、タクワッパ郡の南の方です。ここはまあ入り江になってて波がないいう港に最適なところですね。あそこにあるベルトコンベヤーみたいなのが、あ、見えますかね、あれ氷なんですよ。氷を作って、まあそこで氷作ってるんですけど、氷を作って粉々に砕いて船に、漁船に乗ってイカを取りに行ったりする。全部で10人ぐらいですね。今彼もトイレ行って帰ってきたところですね。1、2、3、4、5、6、7、さっきから出たら10人だけど、あ、自分がいるか、8、あと2人どこ行ったんだろう。まあこんな感じなんですよ。あれは多分イカ釣り船じゃないかな、ランプがついてないかな。網運んでますね。網でイカじゃなくて、イカだとランプが船についてるんですけど、あれランプがついてないから、あ、手前の船はランプがいっぱいついてるけど、これはね、イカ釣り船なんですよ。まあそういうことです。